Friday Wonder 3Time for Wonder Goal! 今週もビファーレン長崎の情報はこのコーナーでチェックしてください。まずは先週の試合結果です。シーズンも佳境です。第38節長崎決戦でしたね。ビファーレン長崎は熊本と対戦しました。試合経過です。前半10分です。熊本の選手にダイビングヘッドで押し込まれて失点、先制を許してしまいます、はい、長崎その後ボールを支配して何度も決定機を作りましたが、最終的にゴールネットを揺らすことができず、そのまま逃げ切られてしまいました。0対1。いやー痛い黒星となりましたね。そうなんですよね。さあそんな中でもありますが、今週も選手の声もお伝えしていきたいと思います。昨日の練習終了後、ビファーレン長崎背番号4番ディフェンダーの高杉亮太選手にお話を伺いました。その模様をお届けします。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。あまり間を空けずに登場ありがとうございます。ありがとうございます。朝晩だいぶひんやりしてきましたけど、体調はいかがですか？絶好調です。暑いのと寒いのってどっちが苦手とかあります？間がいいっすね。間、じゃあちょうど今ぐらい、はい、そうっすね。春とか秋とか。はい。そうなんですね。そんな高杉選手、オフの日は家で過ごすのが多いと聞いてますが、はい、このコーナー、先週は高杉選手に協力いただいたように、はい、選手からのタレコミ情報もいろいろいただいてます。今回は古部選手からいただきました。最近、モンスターハンターを買ったんで、引きこもりに拍車がかかるんやないかと心配してますということですが、いかがでしょうか？はい、野田と一緒に、野田選手と一緒に買って、ええ、狩りに行こうかなと思ってます。結構ハマってやってますか？いや、そんなやったことなかったんで今まで。ああ、初のモンハン。はい、なのでちょっと試しにやってみようかなと思って今頑張ってます。そうですか。あともう一ついただいてまして、はい、同じく古部選手から、はい、あんな風貌だけど、はい、子供が好きで子供からも人気がある、子供がいる選手家族と晩ご飯に行ったら大体杉さんが遊んでくれるから親が楽してると、こんな情報も入ってきてますが。そうなんですよね。子供好きなんですか？まあ、好きなんですけど、やっぱ子供の方から来ちゃうんで。はい。そんな子供好きの高杉選手、はい、ここ2試合は連続してゲームキャプテンを務めてましたね。はい。チームをまとめるのは得意な方ですか？いや、あんまりやったことないですね。キャプテンとか。はい。どうでしょう、実際にやってみて。いや、難しいですね。じゃあそこで山口選手の大きさを知ったりとか。そうですね、グッさんは偉大ですね。おお。そうです。ではですね、試合の話も伺っていきたいと思いますが、はい、先々週は首位の湘南を撃破、はい、そしてここから乗っていくだろうと思っていた中、選手の熊本戦は残念ながら0対1、はい、敗れてしまいましたが、はい、この敗因は何だったと思いますか？やっぱり相手は少ないチャンスでものにして、うちはチャンスある中で決めきれなかったっていう、その決定力の差というか、うん、決めるという気持ちなのか、まあ、そういう執着心のところで相手が上回ったのかなと思います。試合の後、監督からはどういった話がありました？まあ、その執着心の部分で足りなかったっていうふうにはすごい強く言われて、はい、まあ、僕らも、まあ、結果相手の方がチャンス少ない中勝ったんで、まあ、そういうところで負けたのかなと思います。それを受けて今週はどうでしょう、トレーニングの雰囲気とかは？いや、もうみんな前向きに、うん、まあ、次の試合に向かって切り替えてできてると思います。はい、まあ、本当泣いても笑っても残り4試合ですからね。はい、選手内でもやっぱりもう負けられないという気持ちは強くなってきてますか？負けられないっていうのはずっと1年間通してあるし、はい、まあ、今年その引き分けが多くて勝ちきれないゲームっていうのがすごく多かったんで、まあ、残りのこの4試合っていうのはそういうのを払拭できるようなプレーをしようと頑張ってるところです。はい。しかも次は高杉選手の古巣、はい、愛媛との対戦ですもんね。はい、愛媛はどんなチームですか？
もう僕がいた時よりもだいぶ選手も変わって、あんまりもう僕の知ってるっていう選手が少なくなったんですけど、毎年すごくいいサッカー、まあ、順位的にはそこまで上ではないですけど、とてもいいサッカーしてるんで、まあ、個人的にもですけど、はい、絶対負けれないですね。さあでは最後になりますが、ラジオを聞きの皆さんにも一言メッセージいただけますか。ホームで負けてしまって、まあ、プレーオフにもより厳しい状態になってしまったんですけど、まず目の前の試合を自分たちのやってきたことを出して勝利することで、また次変わった景色っていうのが見えてくると思うんで、まずは目の前の試合を頑張りたいと思うんで、応援よろしくお願いします。はい、では勝ち点3のお土産を期待して待ってます。はい、ビファーレ長崎高杉亮太選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、高杉選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。昨日ちょうど練習終わって、うん、選手たちとご飯に行ってるところで答えてくれたんです、うん、あ、そうなんだな。なんか、ね、やりづらさもあったみたいですけど、いやでもまあね、どんどん気持ちまた戦闘モードになって、いよいよ明日の戦いに挑む、そういう感じになってくると思いますけどね。さあ明日第39節が各地で行われます。ビファーレン長崎は午後3時から松山にて愛媛 FC と対戦となっています。はい、高杉選手は古巣ということで絶対負けたくないともね語ってくれていましたが、うん、まあ残り4試合本当にね全勝で締めくってほしいですね。ホームがラスト2になるんだよね。はい、11月9日日曜日諫早におきまして対東京ヴェルディ戦、午後1時キックオフを予定しております。はい、さあそしてビファーレン長崎、今日はおめでたいニュースも入ってきました。そうなんですよね、東博史選手入籍のお知らせということでね、どんな時も自分を支えてくれる彼女のためにも、そしてファンサポーターのためにもこれまで以上に頑張っていく、そんな力強いコメントを残してくれています。はい、東選手おめでとうございます。おめでとうございます。以上今週のワンダーゴールお届けしました。